見てたんだから分かってんだ、デコピン。まあまあやめろ、二人とも。タモちゃん痛かった？タマキはのろすぎんだよ。はっきりしろよ。痛えならそう言え、さっさとよ。んなことだと命取られても気づけねえな、タマキ。じゃあな。なんだよ。急ぐんだよ俺はよ。終わったか？じゃあな。だから急ぐんだよ俺はよ。お前みたいな生ぬるいスピードで生きてるやつとは違うんだよ。お前ののろさじゃ自分にたかってるハエも落とせねえな。待った待った待った、やめろよ二人とも。さあ、二人とも睨み合いはもうおしまい。タマちゃんが怯えてるだろ。ほら、握手なんかしてみちゃったりしよっか。行けよ、鬱陶しいから。時間厳守だったんだよ。お前のせいで仕事を一つ不意にした。くそ、でかい儲けがポシャった。さあ行こう、翔子。さあさあさあ行くぞ翔子。じゃあね、トビー、タマちゃん。さよなら。デコピンぐらいするだろ、普通。な、トモよ。そうだよな。ケーションだよ、かまってるってことさ。な、ほっとけよ。じゃあな。
翔吾くん、いらっしゃい。これでしょ。今日はイタリア風オムレツだよ。あれ、アイスコーヒー違った？ランチの方が違った？どうしたの？えへん、もう私、翔吾くんの好み大体読めちゃった。あ、今の私ってちょっと厚かましかったかな。君も変わんないね。I hope it will be fine again tomorrow. I hope for your daily happiness.ショーゴ誕生日でしょ。ショーゴのためにお祝いのポエムを作ってみました。マイオリジナル。 One more please。 気にしないじゃないな。ポエム。はい、翔吾くん、オムレツお待たせ。昨日、ありがとね。ホームページのこと。そうじゃなくて、リフのことみんなの前で褒めてくれたでしょ。リフ、すっごく嬉しそうだった。あの後、家に帰ってからもずっとウキウキしちゃって、あの花びら使って何か作ってたよ。
ありがとね。ナマステ。いらっしゃいませ。お、すごくいいじゃない今のネオちゃん。カフェがパーッと華やぐね。もうシンさんってオーバーだな。俺はね、たまには違うのにして、そのショウゴと同じやつにしよう。ショーゴ、ナマステ。焦るなよ、俺だって朝起きてからまだ一度もマシン立ち上げてないんだから。そりゃ出るよ。ショーゴってこういうカルチャーに疎そうだよな。インターネットとかって分かってるの？全然だろ。お、もう早速何か書き込みがある。何々？なんて女性らしい素晴らしいページでしょうか。俺は感激したっす。応援してるっす。これからも二人で力を合わせて頑張るっす。フロム男の中の男シンクロー。まだ昨日の今日だからな。だってまだコンテンツも充実してないし、しょうがないさ。ま、これからだよ。しかしマグロも豆だな。可愛い女の子には。ああ、さようか。はい、シンさん、オムレツお待たせ。ありがとう、ネオちゃん。ネオちゃんが持ってくるだけで、平凡なオムレツも春の日だまりのように微笑んで見えるから不思議だね。シンさんって面白い。だってほら、卵が笑ってる。
なるところにつないだ。今日も暑くなるから日差しを避けてあげないとかわいそうだよ。バッチリ。そう、よかった。私ケンにお水あげてくるね。なんか言った？あ、俺の方のページ書き込みあるよ。イカロスだ。こいつ知り合いだよ。他のいたのか？ TBS 違うところの掲示板の。レアな情報見っけ。これゲット。戯れてこいよ。外すげえ暑いけど、外出相当なもんだぞ。